マラソンの本番は1年間ずれましたが、今日からコースの表面を削る工事が始まりました。今日から始まったのは、札幌市北区の新川通りと北大の入り口をつなぐ市道です。札幌市は補修が必要なコースの一部、およそ11キロの凹凸のある表面を削り、舗装をし直します。オリンピックは1年延期されましたが、補修は予定通り行う方針です。テレビにそれが映るっていうのは非常に光栄なことだなと思います。自分たちの作業したところが滅多にない機会ですので、その辺は頑張って作業していきたいと思います。